大相撲、夏場所13日目、24日、東京、両国国技館。東前頭0枚目、湘南の海、高田川、がトップから陥落した。3敗で並んでいた大関、金王、佐渡ヶ岳との一番。低い姿勢で立ったが、右に動いてきた相手に上手出し投げを喰らい、土俵下まで転がり落ちた。4敗に交代し、 9日目終了時点から立っていた首位の座から陥落した。支度部屋では涙をこらえながら、何も言うことはないです。すみません、の一言。風呂場前では悔しさの余り物を叩いたのか、バコンという音が響いた。12日目の阿炎戦は勝負どころで引いてしまう消極的な内容で敗れた。師匠で幕内後半の高田川審判長、元関脇、秋之島、は、 昨日は焚いてしまった反省があったのか前に出ていこうしたと立ち合いを分析。しかし、八角理事長、元横綱、北東海はそれにしても、立ち合いが、低すぎ、と指摘し、低すぎた姿勢が相手に右上手の好機を与えた結果となった。